なに苦しくても、どんなに悲しくても、それが僕たちの生き様です。だから…おい、よく見てみろ。将棋、お前の主は死んでいるぞ。やめやめ、吐きすぎだよ。みんなと一緒に僕も戦う。だから…できない。おい、そんなこと言ってお前歴史を変えるつもりだ。ふざけるな。あいつは嘘つきだ。全然嘘なんだよ。許されてない。許されてない。ケースは2つ。1つ目は再入所、二重さんのとこの山んばぎり町議。再入所？うん、そう。白雪で不適応を起こして二重さんに委託保護をお願いしてたんだけど、互いと錯乱状態が見られるから保護室で観察対応。服薬してなかったっぽいから慣らし調整入れるかな。何度か再入所してるし、今後も多分やらかすと思うから、食代切り一緒に入ってもらって覚えてもらってもいいかな。うん、分かった。ありがとう。もう一件は翡翠本丸の乱れ藤四郎、重症の手入れ途中での入所だから後ろ先生に担当してもらって体の治療を先に受けてもらう。翡翠の主の手入れ札の効果が続いてるから期間はだいたい3週間くらい。ただ情緒不安定が見られるから2週間をめどに新鋭子がつく形にしようと思った。そっちは泣かないでくれ。いちご、ごめん。大丈夫？みんな深呼吸して。いちごくんしんどそうだよ。藤四郎だもんね。いちご、薬飲んで休もう。いちごは乱れにノータッチ、体調を見ながら食材切りのサポートにつく形にしよう。うん、でもそうするとカシュウ君の負担大きくない？まあ乱れに入るの2週間後だし、それまでに長期の方を目処つけば大丈夫だと思う。申し訳ない。大丈夫だよ。フォローし合いながらやろう、ね。おい、いつまでここにさせる気だ。あんたの状態が落ち着くまで。いいから出せ。出せない。こんなところにいたって意味がない。この状態で特務の任務こなせないでしょ。やめる。落ち着いてよ、服薬しよう。服薬なんかしないぞ。あんた今つらいでしょ。おい、とにかく食え。こぼされるからさ。薬はともかく飯食わねえと任務に差し支える。食え。待ってる。チョコレート。ありがとう。バク特製のシュークリームを食べる？食べる。はい、どうぞ。今日クリーム何にしたの？カスタードと生クリーム。うん、混ざってる。自重。うん、いただきます。美味しいから大丈夫。長義くんってさ、いつもあんな感じなの？あー、そうね。今までで見た中で一番悪いかも。薬もご飯もカウンセリングも全部ダメとか。どうすかな。でもこの前カレー食べてたよね。変色があるの？いや、そういうわけじゃないんだと思う。だってさ、再入所して最初のご飯カレーだったけど、ひっくり返されたじゃん。確かに、いちごくんがすごい顔してた。そうそう。
だからさ、もうちょっと別の何かいい方法を探してやんないとって思うんだけどね。かっこいいね。え、何が？そうやって誰かのために頑張れるのすごいよ。いや、実際それでうまくいってないし、俺新鋭士の仕事してるだけだし。でも僕正直定義くんに圧倒されっぱなしなんだ。新鋭士になったはいいけど迷惑かけてるんじゃないかなって。でも歌手くん見てたら頑張らなきゃって思えてくる。職大切りは新鋭士としての適性高いよ。え？だって不安なことがあってもちゃんとまっすぐ向き合ってるじゃん。僕が？うん、そう、ほら今言ったじゃん。俺はさ、打算的に新鋭士になったの。その方が都合良かったからね。カシュー君は、いや、なんでもない。そっか。あ、シュークリームありがとね。ちょっと30分ぐらい抜けてきてもいい？いいよ。じゃ、行ってくる。行ってらっしゃい。いつまでここにいるつもりだ。こら、そんなこと言ってはいけないよ。さっさと出て行け。ほら、これでいいだろう。早く出て行ってくれ。わかりました。私のおすすめの本です。足利のお話ですよ。いちご、食大切りとお願いしてた定規の発作表どう？あ、データ送信済み。あ、ごめん、気づかなかった。ごめん、気づかなかった。定規、服薬できれば一般病棟に移せるぐらい状態いいんだけどな。ねえ、いちごが担当の時の服薬状況いいんだけど、これは毎回きちんと飲まれていますよ。え、何やってんの？服薬を強要していません。ただ服薬するまではずっと一緒にいますが。それだけ？あとは服薬という言葉を使わないようにしています。嫌がりそうですので。ああ、そっか、なるほどね。歌手殿。ん？私はわがままに慣れているだけです。思い詰めず。ありがとう。ねえ、あのさ、食事の状況も改善されてるけど、これどうしたの？それは定規殿に食事をひっくり返される前に下げて私が食べました。ん？こちらの指示に従いたくないのが動機のようですので、配膳の時に定規殿の食事を食べる前提で持って行っているんです。そうしたら先に食べるようになってくれました。
いちごってさ、新園子向いてるね。ありがとうございます。だから食べちゃダメだろ。ちょっとお腹が空いてたんで。本当に？はい。美味しかった？美味しかったです。そっか、はい、よかった。葉に背く椿の花やよそ心。サビダレゴ。河川さん、長義さんは歯がゆいものだな。でも信じるだけさ。アサギの鶴丸は息災か。愛も変わらず。それでも彼は特務士を選んだんだ。支えてやってくれ。あなたは強いですね。命二つの中に生きたる桜かな。僕の主はそういうお方だったからね。大丈夫？あ、痛い。お薬飲んでみる？あ、どれやだ。大丈夫大丈夫、お薬あるからここで飲める。君、牛田先生、どう？うん、傷は治ったんだけどずっと痛いって言ってる。今も水は入れてる。情緒の不安定が起因してるのかな。心が弱ってる限り痛みは取れないってこと？それなら心身の両分かもしれませんね。そしたらさ、俺入るよ。でも歌手くん忙しいでしょ。ああ、いちごは長義に慣れてきたみたいだし大丈夫。それにさ、牛虎先生だってサニア検診前で忙しいでしょ。これ伊吹の業務手伝えないからさ、ごめんね。それは気にしないでいいです。ねえ、牛虎先生も教えてくんないの？俺さ、隠されるの嫌いって知ってるよね。それでもあんたたちのためになりません。時間ないんだよ。時間がないならなおさら。みどり君に入ったら大変ですよ。症状が重いからずっとかかりきりになります。俺新園子だよ。だからみどりのことちゃんと見るからさ。わがまま言った、ごめん。ちゃんと見てくれるとは思ってますよ。経過記録のデータは全部見てきたからね。水入れてもこんな感じだな。大丈夫そう？うん、任せて。じゃあ頼みました。先生なら別の仕事入ったから俺と変わったの。起きるなら起きようよ。はい、どうぞ。君は、行くな！
夫だからね。そう大丈夫、ゆっくり息して。ようやく収まった。どうしたんですか。布団めくったらこうなった。フラッシュバック多分。記録入れておいてください。分かった。乾先生清水くん、うしとやくんがこっちに帰ってきたけど、みだれくんの担当変わったのかい。そうだけど。そのことみだれくんにはきちんと伝えたかい。起きたら伝えようと思ってた。揃った状態で起きるのは待つべきだよ。みだれくんはいなくなることにとても敏感だから。そうだよね。何かあったのかい。ごめん、みだれパニックにさせちゃった。今は瓜生さんに来てもらって人生で言ってもらったから大丈夫、落ち着いてる。そうか、よかった。清光くん大丈夫かい。ごめん、大丈夫。みだれくんのことじゃないよ。君が大丈夫かって聞いてるんだよ。このケース大変だよ。俺なら大丈夫。俺、新鋭士だからさ。気になくなってごめんね。痛い、痛い。でも、傷は治ったから、新鋭士に交代するの。その痛いの治すために俺が入るの。みだれはウシトラ先生じゃないとやだ。また来る、毎日来る。毎日は。みだれ、ウシトラ先生は必要な時に来てくれるよ。俺はずっといるよ。ねえみだれ、みだれはウシトラ先生のこと好きなんだね。ねえ、俺のことも好きになってくれない。一緒遊ぶ。いいよ。それじゃあ私たちはそろそろ。そうですね、では頼みました。
大丈夫だからね。俺がいるからさ。そう。行く。
てる。俺はすぐに行くから怪我しないようにしてて。そっちは寝てるから大丈夫、待ってて。分かった。なぜ長尾くん大丈夫、新エース戻って。すみません、なぜ俺たちだけじゃ厳しい。固定よ、任務中。もう少ししたら河川くんが来てくれる。それは私じゃない。すまない、遅れた。応援ありがとう。将棋僕だ。河川そうだ、わかるか。食代切り、河川そのまま将棋押さえてる。はぁ、はって薬打つんだから。いつでも薬に頼るばかりじゃダメだろ。将棋服薬調整中なの。ならば余計にだ。それで怪我したら意味ないでしょ。ストップ、喧嘩しないで。将棋くん、俺は私じゃない、偽物なんかじゃない。そうだ、ヤマンバギリ長儀、ギレンは徳武士だ。母さん、あ、もう大丈夫そうかな。ならよかった。見たね。座れる？横になろうね。はい、仕上げて、ね、はい、偉いよ。安全帯いりますか？点滴だからいる。でも、うん、乱れ、気持ち悪いのを止めるお薬使おっか。押さえてる。みだれ、薬入れるよ。痛い。みだれ、大丈夫だよ。痛い。みだれ、大丈夫だから。みだれ、大丈夫。これで良くなるからさ。痛い。ねえ、こんな痛がるもん？みだれくん、血管が細いから。点滴速度早めんのは？呼吸停止が怖いです。みだれ、ほら、大丈夫だよ。みだれ。河川はいつまでそこにいるの？新エースで待たせてもらう。分かったよ。ほら、乱れ、落ち着いて。ほら、大丈夫。ね。
手のご予測も必要ですね。みだれ、みだれ。吉田先生、お願いします。一緒いるかい。ほら、手握ってていいよ。ほら、俺一緒にいる。いい子、大丈夫。ほら、ゆっくり深呼吸して、吸って、吐いて、吸って、吐いて、いい子。なぜ乱れはああなっている。解放に全く向かっていないだろう。体の治療と心の治療は同じじゃないよ。まあまあ。なぜ乱れを一人にしていた。長儀の対応、河川もいたから分かってるでしょ。君がつけないなら他の者に頼むべきじゃないのか。新縁士も新縁医官も数少ないの。なら僕たちにもっと振ればいい。どうしようもない時は応援要請してるじゃん。ストップ、落ち着いて。僕は白雪の人員体制については熟知している。大変ならば人材の増強していくべきだ。実際白雪への配属規模がないんだよね。いないものでだってもどうしようもない。なら余計に連携は密に取るべきだ。そういうのさ、上通してから言ってくれる？俺じゃ判断できないよ。みだれは今誰がついてる？牛虎先生。君がついていなくていいのか。だから新縁士数知ってるんでしょ。人間で務まるのかという話だ。ごめん、きつい言い方になるけどさ、今日だって長儀のこと河川だから頼めたんだよね。強ければいい、練度が高ければいいっていうわけじゃないんだよ。うまく回るように采配すれば。今日は来てくれて本当にありがとう。日頃からヘルプ入ってもらったら助かるってすごく分かってるよ。それにさ、河川がそうやって言ってくれるの嬉しいんだ。ならば。でもね、なんで徳虫がって声多いんだよ。実際にどうしようもない時はさ、応援要請出してるけど、徳虫だって徳務でいっぱいいっぱいなのになんでって、そういう声あって当然だと思うよ。できない理由付けばかりしてるように聞こえるぞ。俺戻るわ。話は待て。あのさ、俺やることいっぱいあるし、体一つしかないの。知ったようなこと言わないで。じゃあ。おい、何でもかんでも一人でやってるからだろう。患者の部屋で医学書広げて片付けもせず、何がそんなに忙しい。知ったようなこと言わないで。なら教えろ。知らないから意見をするなというならば全部教えろ。はい、おしまい。食堂君、水田、君の気持ちも意見もありがたいけど今はやめてくれる？全部教えろって言われてこんなことがありましたって僕たち刀剣出したって言うと思う。多かれ少なかれ僕たちはここで生きるに至る経緯がある。河川君は徳無心になって長いからそういう気持ちだったのは昔かもしれない。でも少なくとも僕は何も知らない人に僕のことを知られるのは怖いよ。すまない。でも人員体制が苦しいのは事実だからさ、また助けてくれると嬉しいな。あ、いつでも声をかけてくれ。じゃあ話はここまでで、そろそろ注射配膳の時間だし、長儀君にまた服薬させなきゃいけないし。うちの長儀は迷惑をかける。それが役目だしね。河州清光、僕に対して無理だとしてももう少し周りの支援士を頼ることを覚えた方がいい。でないと潰れるぞ。ご忠告どうも。じゃ、もう少し優しくしてくれると嬉しいな。でも今日は忙しいのにありがとうね。みだれ起きた？カシュータ頑張ったね。これそっか。
すよ。またひどくなってるね。みどれ、ただいま。みどれ、びっくりした。あ、だらい。
乱れ。大丈夫だってね。ほら、マシュルさん、僕と一緒にお昼寝しよう。ね。何言ってるの。俺仕事中。椅子じゃないとペットもらないもん。もうしょうがないな。じゃあお言葉に甘えます。いくよ。はい、せーの。ここでいいですか。はい、はい、足は、このままでいいよ。今日は緑の夜間はウシトラ先生ですよね。うん。まだいらっしゃるんですか。いちごこそ。私はもう上がります。あまり無理せんでください。うん。こんな詰めすぎも良くないですよ。そうね。昨日何時間寝ましたか。確か5時間ぐらい。嘘ですな。本当だよ。みだれと一緒にお昼寝もしたし。それは寝たうちには入らないのでは。いや、実際さ、二人に定規のこと任せっぱなしだからすごく楽なんだ。ありがとね。そもそもの分担割合がおかしいんですよ。そんなことないよ。もしもし、ウシトラ先生、どうした。ウシトラ君、許せないとごめんなさい。みだれ、今からみだれくんのところ来れますか。気持ち悪い。ああ、もう分かった、すぐに行くよ。じゃあね。いちご、いちごを休んで。じゃあね。みだれくん、息止めのお薬飲む。みだれ、なんだけど、ご飯食べるの一回やめない？最近吐くの続いてるでしょ。みだれがさ、いくら吐きたくないなって思っても体がそうなっちゃってるのかなって。だから一回ご飯食べるのやめて、体が大丈夫だぞってなったらご飯再開しよう。で、その間栄養取るの急にやめちゃうと体がびっくりしちゃうから、栄養の点滴でそれを。みだれだって戦場で戦ってたんでしょ。
点滴よりもずっと痛かったはずだよ。でも頑張ってたんだからすごくかっこいいじゃん。だからさ、点滴も頑張れない？動けなくするのやだ。乱れがじっとしてるんだったら固定しない。どう？頑張る。いい返事。うしら先生お願い。はい。じゃあ準備するね。乱れ腕出してくれる？乱れ、はい、よし。じゃあちょっとチクッとするよ。すぐ終わる。痛い。大丈夫、乱れなら我慢できます。はい、乱れ動いたら血が出ちゃうからじっとすること。やだ。乱れならできるでしょ。いい子、強いじゃん。ね、頑張ろ。彼への臓器へのダメージは深刻です。だからそれは分かってるって。本当ですか？まだやれる。清光くんの体だって。
ってみろね。ねえ、だれ。こら、何してるの。やめなって、こら。ねえ、みだれ。自分噛みたくなったら抱きつきな。ほら、はい、おいで。ほら、薬飲んでいいからさ。もう飲んだ。追加で飲んでいいから。飲んだ。上限まで飲んでるんです。そっか。イチゴどうしたの。定規の。そっち行こうか。行くよ、そっち。ちょっと待ってて。食堂きりごめん。一部に呼ばれたんだけどさ、ちょっと誰も繋がんなくて。チェックするとこ、データこっちに送ってって伝えてもらえる。で、二人でカンファしてもらえると嬉しい。うん、よろしく。服薬すれば安定すること自体彼自覚してると思うんだ。ただ服薬しぶりの原因が白池への不信感だけなのか、そこがわからない。それがわかれば服薬しぶりも解決するかもしれませんな。カシュウ君が思うには、薬によって自分がコントロールされること自体に不快感を持ってるんじゃないかって。薬に限ったことじゃなくて、自分じゃないものに自分をコントロールされることに恐怖を覚えてるんだって。多分だけど、長義君は経線石の誉れで本当にされてる。そこから来る恐怖心だって。ですが、服薬は必要です。僕もそう思う。不快感について自覚させるのはもっと後にしよう。フラッシュバックでパニックを起こしてしまうかもしれないし、せめてパニックを起こしても大丈夫っていう信頼関係を持ってから。そうしないと長義君がしんどくなる。まずは関係作りからですな。そうだね。っていうか、カシュー君大丈夫かな。私もそれが気がかりです。先日も体調崩されましたし。みだれ、時間？それは平均ですか？それとも合計？長義君の隣の保護室が空いています。入りたいんですか？ごめんってば。清水君、みだれ君の担当外れましょう。それはさ、私が言いたいことわかりますよね。でもでもじゃないです。
方法何とでも。ねえ、カシュー君、なんでこんなことになってるんだい。清光君は、ちょっと先日体内の霊力を 90% 抜いているんです。少しずつ元には戻ってきていると思いますが、今もせいぜい半分程度かと。どうして？ほら、献血みたいなもんだからさ、平気、心配しないで。心配するよ。いちごくんは、長木くん、食大切くんは、みだれくんを担当するのはどうでしょうか。清光くんはスーパーバイズ。そうすれば調べ物をする時間も取れます。その時間削りたくないですよね。3食きちんと食べて8時間以上しっかりと寝る。それができないのなら本気で保護室に入れます。いちごくん、一人でも大丈夫ですか？できます。食大入りくん、みだれくんの担当をお願いできますか？する。それじゃあ明日からこれでいきましょう。食大入りくんは今までの経過記録に目を通しておいてください。明日清光くんと君が揃った状態でみだれくんが落ち着いているときに話をしましょう。清光くんは今日はもう休んでください。おはようございます、下田先生。お疲れ様です。 おはようみだれ。外すからちょっと待って。せーの。乱れ、昨日はごめんね、心配させちゃった。俺さ、ちょっと寝不足で寝る時間足りなかったみたい。でも今日は大丈夫だよ、ちゃんと寝てきたからさ。で、俺一人だとやることいっぱいでまたこんなことになっちゃうかもしれないから、今日から食大器が一緒に入ってくれることになったんだ。もう乱れ、それはやめよ。ほら乱れ、ゆっくり呼吸する。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、うん、上手。乱れ、本当にごめんね、具合悪いとこ見るの怖かったよね。そういうのもなくすからさ。食大切り。みだれくん、はじめまして。食大切りミスタダです。よろしくね。今日は俺も一緒に。ダメです。みだれ、今日は一日ゆっくり食大切りと過ごしてみて。できる？返事。一緒にいてくれるから大丈夫だよ。ね。じゃあお願い。みだれくん。そうです。先生、ここにラグ敷いていい？大丈夫です。あと僕用の敷布団持ってきてほしい。わかりました。それから極力ここで過ごすから、簡単な食事お願いできるかな？わかりました。お願い、行きます。みだれくん、大丈夫だよ、ここにいるから。カシューくん、頑張りすぎだよ。
頼ってくれてありがとう。こっちこそ、サンキュー。食だけ、ご飯持ってきた。カシュー君、ありがとう。みだれ、もう寝よっか。ごめんなさい。みだれ、はい、こういう時はこうすんのね。俺大丈夫だから、ほんと。おにぎり握ってくれたんだ。うん、あ、パンが良かった。うん、手間だったでしょ。ありがとう。そんなことないよ。カシュー君、いい？本当は鳴らし入れたいけど、みだれ君、食べる？僕、食べるよ。食べづらい。口元に持っててみて。食べた。一個まるまるは怖いから半分にして。うん。みだれ、おいしかった？チョコ。チョコ？
ち悪くなったらすぐに言うんだよ。パフェにぎり。パフェのおにぎり。それはちょっと。みだれ、大丈夫そうだったらご飯食べてみる。オッケー。少しずつ慣らしていこうね。俺に食事の申請してくるよ。うん、よろしく。じゃあもらうよ。じゃあよろしく。それからポンと膝を叩いて、そうそう、戸棚にドーナッツがあったっけ。みだれどう？うん、落ち着いてる。みだれ、ご飯持ってきたよ。今日はおかゆで。おかゆからじゃないと胃がびっくりしちゃうの。一人、みんなは一人。もしかして。ちょっと食材切り。カシュー君。はい、メダル君もどうぞ。ありがとう。もしかしてさ、一人で食べるのが嫌なの？カシュー君、次から僕の分も一緒に持ってきてもらっていい？わかった。カシュー君も時間があったら一緒に食べよう。オッケー。お疲れ。お疲れ。昼ご飯の後から変わりない？うん、変わりないよ。そっか。強いて言うなら、言うなら僕までお買いじゃなくたっていいんじゃないかな。もうお腹すいたよ。ねえ、サダちゃん。だってさ、食材切りがいいもん食べてたら、みだれだって絶対食べたがるじゃん。わかるけどさ。あ、みだれ、いいもの持ってきたよ。はい、どうぞ。ありがとう。どういたしまして。食材切り。これ、小手切りから。薬？お薬チョコ。これならみだれも欲しがらないからさ。すごいの持ってたね。服薬のしすぎはダメだよ。分かってる。ねえ、1号の経過記録見た？うん。長儀、服薬ちゃんとやるっていう条件で明日から二重さんのとこ戻ることになった。思い切ったね。俺はもっといてもいいと思うんだけどね。ゆっくり関わりたい。カシュー君らしいや。みだれ君、今日の夜なんだけど、僕ここにいられないんだ。一人やだ。だからその間、カシュー君とバトンタッチ。しよっか。パーティー。そう、好きなものたくさん入れて自分で作るの。どう？
楽しそうでしょ。歌手さんの好きなものを入れてあげるね。ありがとう。そしたら何入れようか。梅とおかかと昆布と、ちょっと食材切り何急に突然なんとなく撫でたくなった。やめてよ、ね、恥ずかしいでしょ。みだれくんも歌手くんのこと撫で撫でしてあげて。ちょっと、みだれも恥ずかしいからやめてよ。はい、ただいま。おかえり。寝てるよ。俺も寝ろって引かなくってさ。歌手くんも寝ればいい。最近はちゃんと寝てるよ。歌手さん起きちゃった。寝なきゃダメ。ちゃんと寝たから大丈夫だって。本当？本当。嘘ついてるように見える？見えない。おかえり。ただいま。食材切り、お疲れ様。お疲れ、歌手くん。大丈夫そう？問題ない。みだれは何見てるの？空かな。さっきまで空の本を広げてたからかな。そっか。あのさ、定規のアフターにイチゴが入ってんだけど、報告書の書き方は後で見といてほしいんだよね。あと、ミクロ、ミダレ、ミクロ、ミクロ、ミクロ、落ち着いて、ミダレ、落ち着いて、ほら、俺のことギュッてする。そう、こ、落ち着いて。ミダレくん、部屋戻ろっか。じゃあ戻ろ。はい、手つなごう。はい、気そらさせちゃってごめんね。少しずつ時間延ばしてこう。みだれ、コテギリがみだれにチョコレートくれてるからさ、あとで部屋に持っていくから待てる？一人で、うん、僕と二人で待てる？よし、じゃあ戻ろっか。よし、待っててで。みだれ、チョコレート1日3つまでね。3つだけ？うん、美味しいやつだからさ、味わって食べよう。紅茶も入れてあげるから。紅茶、やった。小手切りに会ったらきちんとお礼言うんだよ。小手切りさん？うん、覚えてない？本丸でみだれを助けた刀だよ。怖い。怖くないよ。定規さん怖い。定規じゃなくて小手切り。主さん死んじゃった。みんな、みんな、みーちゃんは生きてるよ。みーちゃん、うん、みーちゃん、みだれのこと心配してたよ。ごめんなさい、僕が守らなきゃいけなかったのに。僕、守られただけ。守られた後、どう生きるかだよ。ねえ、主や秋田はさ、みだれにどう生きてほしいって思ってたと思う？そんなの知らない、わからない。じゃあさ、考えないとね。やだ、やだ、みだれ。今日はここまでかな。うん、そうね。カラちゃん、守られた後どう生きるかだよ。ねえ、主や秋田はさ、みだれにどう生きてほしいって思ってたと思う？そんなに苦
苦しくても、どんなに悲しくても、それが僕たちの生き様です。なんでそんなに作るの上手なの？コツ教えてあげようか。おにぎりは食べる人のことを考えて握ると美味しくできるんだよ。嘘だ。本当だよ。本当？そうだよ。私が帰った後にお姉ちゃんが食べて美味しいって思ってくれたり、あと私は一緒に行けないけど、出陣する時にみだれくんが持ってってお腹空いた時に食べて美味しいなって思ってくれたりしたら嬉しいの。みーちゃんなら元気だよ。大丈夫だ。みだれも元気になったら会いに行こう。分かってる。分かってるもん。いちごのケーキも美味しそう。あ、ゼリーもあるよ。ゼリーどこかな？そう、ここ。あとは。カステラって言ってもいろんな種類があるんだって。いろんなの食べてみたいね。あとは何があるかな。フルーツもある。ビダリ君、フルーツ何が好き？ブドウ？イチゴ？リンゴ。リンゴか、いいね。おいしいよね。なんか今度作ろうか。リンゴの何が好き？ケーキ？みだりくん？みだりくん、歯磨き行こう。やだ。なんで？虫歯になっちゃうよ。まずい。まずい？苦い。この歯磨き粉？辛い。困ったな。他にあったかな。どうしたの？なんか歯磨き粉が嫌で歯磨き行ってくんないな。ああ、そっか。そしたらいいのあるよ。みだれ、これリンゴの歯磨き。そう。甘い。甘いよ。やる。じゃあこれも。一人でできる？できる。うん、ならよし。みだれくん、こんにちは。かわいい。どうぞ。もらっていいの？うん、みだれくんにあげる。ねえねえ。ありがとう。いいよ、好きなだけ持ってて。じゃあ、うん、ずっと寝るここで。黒カンムッシュもプリンも食べたいな。食材切りさん作ってくれないかな。あ、こんにちは。こんにちは。みどれは何してたの？昨日出たの。その本好きだよね。カシューさんはどれが食べたい？俺はこれ、いちご。おいしいよね。また作って。いいよ。やったー。ねえみだれ、今日はさ、みだれに話があってきたんだ。うん。あのさ、次の月曜日から部屋を変わろうと思うんだけど、どうかな？どんな部屋？今より一人で過ごす時間が多くなる。それでも大丈夫？大丈夫だよ。うん、わかった。そのクマも一緒に連れてってあげて。
じゃあ一緒にお引越しだみだれくん、歯医者の時間だよ。みだれくん、どこ？みだれ、隠れたってダメ。バレた。ほら、虫歯の治療の時間だよ。やだ、歯医者、痛い。自業自得。小手切りのチョコ、夜に隠れて食べてたろう。ちゃんと歯磨きしたもん。いつ？昨日の昼。食堂切り連れてって。はい、こっちだよ。あ、やだー、はい、痛い、やだ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 、あ、カセンさん、助けて。ちょっとカセン、小手切りのチョコみだりに勝手に渡すのやめてよね。虫歯になったじゃん。すまない、今日も持ってきたんだが。あ、マクナ。おっしゃ。鬼、悪魔。はい、行ってらっしゃ、はい。エコクナ。元気そうだな。よかった。よかったけどさ、甘やかさないでくれる？ヒデンのことだ。まあ、長儀の服薬のことで来たんだが。うん、聞いてるよ。寝室で話そう。あ、それなら朝と夜とで半分ずつ服薬してみよっか。やっぱり効き悪いよな。ないよりはマシだ。まあね。今日は小手切りは？定規があの状態だから常に誰かが一緒にいるようにって指示があった。ねえ定規、月に1週間くらいはこっちで過ごすようにしてみない？それを受け入れるように見えるか？まあ見えないけど。もっと身のある提案をしてくれ。割と俺本気なんだけどね。みだれくん病室に戻してきた。一人でいいって？うん、いちごくんからの小説読み切っちゃうって。そっか。みだれが前に進んでいるようでよかった。まあね、ただ進路はいつだって主の最後を共にで変わりないんだけどね。そのことなんだけどさ、もうこれ僕から指摘してもいいかな？多分気づいてないし気づかないと思う。そうね、わかった、いいよ。じゃあ何かあったら呼ぶね。今行くのか？うん。なら僕もここにさせてくれ。いいけど、忙しいんじゃないの？賀集清光、食大切光忠、特務士として僕が一番嬉しいものは何だと思う？ちゃんと助けられること？誰かの助けになること？助けた者が幸せに生きていくことだ。みだれくん、読書中にごめんね。ちょっといいかな？どうしたの？改めて話がしたくてさ。みだれくん、みだれくんはさ、退所したらこの後どう生きていきたい？最後まで戦いたい。主さんには怒られちゃう。でも主さんの刀なの。だから主さんの刀として最後まで主さんと一緒に戦う。そうやって生きて、歴史は変えないんだよね。だって主さん言ってた、アキタも言ってた、どんなに苦しくても悲しくても歴史
は変えちゃいけない。そこで一生懸命生きた人の生き様を、僕たちは守る。だから助けない。みだりくんの主は大切なことを教えてくれたんだね。みだりくんはそれを守ろうとしているんだよね。そうだよ。じゃあなおさらダメじゃないか。言ってはいけない。最後を共にしてはいけない。だってあの日、あの時、あの本丸で御台藤四郎という刀が折れた。そんな歴史はどこにもない。歴史を変えてはいけない。君がそれを守らなくてどうする。だから僕たちはずっと君を止めていたんだよ。気づいてなかったでしょ。だって歴史は意志の積み重ね。たくさんの人と物と自分自身の積み重ねだ。君自身の歴史を守るんだ。みだりくん、もう一度聞くわ。君は退所したらどう生きていきたい？わかんない、わかんない。じゃあ僕たちと一緒に考えていける？歌手清光。何？前に言ったことを覚えているか？うん。まだまだ心配なところが多いが、食代切り支えてやってくれ。もちろん。食代切り光田だ。貴殿が新縁師でよかった。これからも頼む。幸せに生きる姿が、徳武士として僕自身の誉れだ。では。いたずらしてるの誰だ？してない、してない、してない。今私が見てたのなんだった？歌手さんにはシーシーシー。今日だけだよ。はい。今度からは乗らないよ。でも今なんだもん。今なの？何もすることないの。この間絵本読んでなかった？もう返した。そっか。あ、見て見て。何？私ちょっと作ってみたんだけど。かわいい。わー、山曲げた。そう、これとこれもわかる？だね、鶴丸さんに。チョギさん、怖い。大丈夫。いじめる。このチョギはいじめないよ、ひよこだからね。ほら、触ってみ。はい、たくみ先生。ありがとう。最後もチョコレート。おいしそう、これ。おいしいよ。いただきます。ほんとよ。かな、無理だ。もっと無理だよ。無理だ。コロリ。無理だった。さ、チョコも食べ終わったし。もっと食べたい。もう今日はこれでおしまい。もう何個食べたの？1、2、3、4。やつも食べたんだね。10個は食べれるよ。まあチョコは美味しいからね。じゃあ今度また美味しいチョコ用意しておくね。いい匂い。
お嬢先生。こんばんは、みだれくん。清光くんを見てないですか？歌手さん？うん。知らない。そうですか。それはそうと、もうとっくに消灯時間は過ぎていますが。歌手さんには死因。わかりました。あのね、どうしました？お手紙書きたいの。誰にですか？あるじさん。そうですか。では明日準備しておきますね。ありがとう。はい、今日は遅いからもう寝ましょう。はーい、はい。おやすみ、みだれくん。おやすみなさい。あるじさんへ。できなくて ごめんなさい。 僕は今 白雪に行って覚えていますか？初めてアップルパイ食べた時おいしくて、でも主さんが笑ったことが嬉しかったです。虫歯は
帰ります。でも、歯医者さん、ちゃんと言ってるよ。夜中にチョコレート食べちゃうこともあるけどね。そんな時は考えた？うん。じゃあ改めて聞くよ。みだれくん、これからどうやって生きていきたい？僕、
なりたいです。どうして？新英氏の役割は一人ぼっちだって思ってる人にそうじゃないよ、みんなもいるよってことを教えてあげるのが仕事だと思う。みんなが僕にそう言ってくれたように僕もみんなにそうしてあげたい。で、本音は？歌手さんと食大切りさんとずっと一緒に。採用。なんでダメなの？面白いからに決まってんじゃん。あ、バカだ。分かったらダメだよ。あ、みだれ、でもさ、一個だけお願いがある。新園氏にイチゴ一振りがいるんだけど、ゆっくり関わってほしいんだ。会えないの？うん、会えるよ。ただ、イチゴの中にはさ、粟田口の兄弟たちの魂が大量に入り込んでてさ、それこそ音も聞こえないぐらいに耳元で突然喋り出したりもするんだ。そうなると、イチゴはすごくしんどくなる。だから、そのテンションはやめてあげて。わかった、うん、もちろんね、乱れが悪いわけじゃないんだ。だけど、新演師としてイチゴのためにもできる行動をしてほしいんだ。うん、うん、じゃあ、乱れくん、これからよろしく。よろしくお願いします。食大切りさん、おはよう。おはよう。袖長い？あ、そういうことじゃなくて。何？朝から騒いで。カシュンさん、おはよう。おはよう。みだれ、いちごだよ。おはようございます。いちり、これからよろしく。昨日きちんと説明しただろう。ちょっと、羨ましいのはわかるけどさ、ここにいるミダレだって東四郎の兄弟だろ。お前たちがイチゴと一緒にいる間、ミダレはイチゴに会えなかったんだよ。それ、分かってる？大丈夫。ありがとうございます。うちにキュッてするのダメ？やめてあげて。うちにこれからよろしく。よろしく。歌手殿、これからコン先生とラボに行かれるんですよね？あ、そう。カンファー準備しておきます。お願い。食大切り殿、乱れをよろしくお願いします。うん、では、うん、乱れ、偉い、我慢した。僕、いっぱい勉強したら一人のこと助けてあげられる？そればっかりはイチゴの問題かな。みだれはさ、イチゴのことを嫌いにならないであげて。それで十分。一人のこと嫌いになんてならないよ。んならよし。歌手くん、今日はみだれくん施設案内と挨拶回りでいいかな？うん、大丈夫。あ、俺、入所情報を整理しとくから。あ、みだれ、少しずつ覚えればいいからね。無理しちゃダメだよ。しんどい時は？しんどいって言う。オッケー。じゃ、食代切り頼むよ。うん。あ、俺30分ぐらい抜けるから、また後で。わかった。人の努力を。食代切りさん。歌手さんってなんで目青いの？マフラーも白いし、僕の本丸にいた歌手さん、爪赤くて綺麗だったよ。うん、僕も知らないんだ。人の弱さを受け入れなかったこと。
清光へ、そばにいられなくてごめん。体調どう？良くなって言ってる？鶴丸？その両方を叶えたいと願ってしまう。やっぱりわがままだと思うか？左目が気になるか？いや、朝よ、頼んでいいか？食われることを望んだなんかいない。帰るとヤゲンが決めた。俺は聞いた。ヤゲンから直接聞いた。正しさだけが溢れる世界じゃないから、僕は
メなのか。今すぐおられたい。やめてくれ。届け。目の前だからだろ。やりちゃいけないってこと。小手切れ、お前ならよく分かってんだろ。誰がこんなことしたいって思うんだよ。鶴丸殿、君とは話したくない。出て行ってくれ。